SC カンブールイコールレイワルデンは、オランダ北部、フリースラント州の州都レイワルデンに、本拠地を置く、サッカークラブである。現在は、エールステディビジに所属している。1964年6月19日に発足した。クラブのエンブレムは、オランダの貴族である、カミン画家の紋章から発している。同じフリースラントの SC ヘイレンフェーンとは、激しい敵対関係にあり、 この対戦は、フリーセダービーと呼ばれる。特にシュートをホームとしながら、クラブ規模、歴史で大通るカンブール側の憎しみは激しく、2013から14、シーズン終盤には翌シーズンからの SC ヘイレンフェーン、監督就任が発表されたドワイト・ローデウェイ・ヘスが、熱狂的サポーターの激しい抗議によって、シーズン終了を待たず辞任に追い込まれた。 2019から20シーズンの3月当時、エールステディビジの舞台で1位となり、エールディビジへの自動昇格圏内にいたが、新型コロナの影響によって、リーグが打ち切りとなった。また、オランダサッカー協会は、エール、エールステ間での昇降格を認めず、レイ・ワルデンもエールディビジへ昇格することができなかった。なしなし中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。